さて今から行ってみます。今度これ飲んでみよう。いやー、いい夕日でしたね。バシー、槍かずり後の鯉かずり後のチヌ釣りを終えて10日フィッシング。あ、どうにか言えた。ちょっと風が、向かい風がブリブリしてますが、まあどうにかやろうと思います。今日のゲストは久々つんちゃんママ、よろしくです。そしてチヌ名人です、よろしくです。お、釣れた。あ、釣れたって言ってますね。カメラをターンできない場所針につながるのでやりました、カサゴフォサイズそしてそしてシャンタさん来られました、よろしくお願いします。お久しぶりです。ですね寒いですね。いや本当に、いつの間にやらフグベイがたくさん集まっております。プランクトンもたくさん寄ってます。アジが来ませんかね。アジ来ました。これは泳がせにちょうどいいサイズ。切れた。あー、またカメラ回すと切った。もうこんなんばっかり。いやー、ちょっと何センチぐらいでしたかね、今でしたね。うわー、ちょっと、あー、成功が来ました。30ぐらいの、あー、切られた。何かカメラ回すとこんなことばっかり。わお、何イカですかね。ヒカ、ヒカなんですかね。ヒカっぽいね。ヒカっぽい。ほら、あ、すげえ。アージングはお二人に任せてシーバス狙います。来ました、じゃーん一番よく釣ってるじゃないですか、なんだかんだ言いながら。たくさん今のところの釣果、はい、おお、この子が一番。イカちゃん可愛いですね、はい、いい感じ。で、唯一のアジとアラカブは、はい、ほとんどつんちゃんママの釣果、はい、アラカブ。おお、やっぱここ面白いな。持ってくるのがうわぁ、今日はこれは、あ、ご飯の色がなんか違うようなですが、うん、お肉が入ってて、ええ、ガーリックライスみたいに何作ったんだけど、おお、ちょっとこれ、あ、絶対美味しいわこれ。いやいやいや、すいません、いただきます。ありがとうございます。はい、ちょっとめっちゃ美味しいんですけど、相変わらずもう。この青いのはニラだそうです。いや、本当ちょっと懐かしい味がするんですけどね、これもう思い出さんのですよね、いつ食べた味かなって。いや、ちょっと小学校の学校給食じゃないですか
いやいや違います。じゃないですか。なんかね、うん、思い出さそうで思い出さないんですよね。なんかでもこれほんとちょっと懐かしい、美味しい味。いやちょっとチヌ名人残念だな。ちょっともうちょっとおればよかったのに。もう名人の分までちょっといただきますよ。本当ね、名人これちょっとね、ほら食べたつもりになっとってください、これね。いやほんまに名人、明日また早朝からチヌ釣りリベンジですからね。あ、そうなんだ。そう早いとこ帰って明日に備えないといけませんからね。もうちょっとおればよかったのに。もう完食ほんといつもありがとうございます。美味しかった。あともう少し、ラストワンチャン狙っていきます。これちょっと、わシャンタさん来ました。今日の初めての魚種メバル。メバルいますね。つんちゃんママもカサゴゲット。カサゴ名人。ちょっと大きくなった。いや、点滅始まりました。あともう少し。切れました。あら、シャンタさん。あれ、嘘。いや、ちょっとご飯作りに来てもらったような感じで、ちょっと申し訳ないんですけど、本当も。いや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 。ありましたね、でも。いや、イカは本当にね。シャンタさん、すごいのを見に来てたんですよ。ですよね。イカとメバルと。何イカ、はい、これ何イカですかね。ヒイカじゃないんですかね。ヒイカですよね。ヒイカよね。初めて釣ったヒイカって釣って釣ったとか釣ってくれた。釣られてくれた。今頃ヒイカ。ヒイカちゃんですね。ウリュウ君が見てたら、コメントくれるかも。いやちょっとということで今日のチョーカー。リース、じゃあな。君に言いたくないの。いや、お疲れ様でした。いや、どうにか釣れてよかったです。いや、これからここ面白くなると思うんですよね。またぜひご一緒しましょう。はい、お疲れ様でした。